犬はとても愛情深い動物です。その愛情は自分の家族や同種だけではなく、共に暮らす異種動物や人間に対しても注がれます。見返りなど一切求めることなく、愛する者に全てを捧げます。そんな愛情深い犬は飼い主さんに対して従順で忠実なのはご存知かと思います。しかし大好きな飼い主さんとずっと一緒にいれると信じ暮らしていた犬が、理由は様々ではありますが、飼い主さんと離れ離れになってしまうことは少なくありません。それは脱走してしまい家に帰ることができなくなる場合もあれば、心ない飼い主によって捨てられてしまうこともあります。いずれにしても飼い主さんと会えなくなった犬は辛く悲しい思いを強いられます。ある日、男性がメスのハスキー犬を近所で発見しました。男性が様子を伺いに近づくと、そのハスキー犬にはタグがついていました。タグにはフレイヤという名前と飼い主と思われる電話番号の記載がありました。もしかしたら脱走してしまったフレイヤを飼い主さんが探しているかもしれない。そう思った男性は記載してある番号に電話をします。しかし何度電話をしてもつながりません。諦めずに電話をし続け、やっと電話がつながったと思ったら、飼い主から予想外の言葉が。その子はもういらない。そもそもその子を探してない。フレイヤは脱走したわけではなく、飼い主によって捨てられ放置されていたのです。男性は怒りを覚え、放っておくことができず、そのままフレイヤを保護しました。念のため獣医に診察してもらったところ、フレイヤはフィラリアに感染していることが判明しました。フィラリアは進行が進むにつれて、心臓病、肝臓病、腎臓病など様々な病気を引き起こします。もちろん治療には多額の費用がかかります。おそらく元飼い主はフレイヤの病気が原因で放置したのでしょう。男性は迷うことなく獣医に治療を依頼しました。そのおかげで現在フレイヤはすっかり元気を取り戻し、素晴らしい笑顔を男性に見せてくれています。最後にフレイヤを捨てた元飼い主に男性は、フレイヤをもういらないと言ったバカな元飼い主へ、可愛くて優秀なハスキーをありがとねと締めくくっています。命あるものはものではありません。生きていれば病気になることだって、怪我をすることだってあります。それは私たち人間だって同じです。病気になったからと家族を捨てることはできないはず。犬も一度飼ったら家族です。そんな愛犬を病気になったからと捨てるなんて本当に許せませんが、幸いにもフレイヤは心優しい男性に発見されて本当に良かったですね。これからは幸せな日々を過ごしてほしいですね。またある日のこと、ピットブルのシアーシャ・ローナンは建設現場に紐でつながれ、捨てられていたところを発見された元飼い犬でした。年齢は2歳。保護した救助隊によると出産した形跡があり、その上体は栄養失調、尿路感染症、耳感染症、皮膚病とひどい状態だったため、すぐに治療が行われました。そして治療を受けたシアーシャは無事に回復に向かっていきました。動物シェルターに移ったシアーシャ、スタッフたちはその礼儀正しさに驚かされました。もともと飼い犬だったこともあり、シアーシャはお手やお座りなどもできる賢い犬でした。さらに人間が大好きで、あんな人通りのない寂しい場所に置き去りにされていたにもかかわらず、人間を信じる心を忘れてはいませんでした。ハグをしてあげるとこの通り、リラックスした嬉しそうな表情を浮かべます。その優しさに反して、シアーシャを捨てた元飼い主のような人に怒りを覚えずにはいられません。施設のスタッフにも大人気だったシアーシャは、しばらくは他の犬たちと共に
里親のもとに行くためにリハビリとして養育スタッフのもとで暮らしていましたが、新たな飼い主さんが正式に決まり、新しい家へと旅立つことができました。新たな暮らしをスタートさせたシアー社、今度は飼い主さんの愛情をたくさん受けながら幸せな日々を送ってほしいですね。続いて、迷子になってしまった保護犬が悲しみに暮れていましたが、2年後に1枚の写真が奇跡を起こしました。アルゼンチンの路上をさまよっていた1匹のメス犬が保護されました。しかし、迷子犬と思われるパキタはいつも悲しそうに体を丸めていました。シェルターのスタッフはそんなパキタを憐れみ、精一杯の愛情を注ぎます。しかし、パキタは完全に落ち込んで心を閉ざしたまま、2年経っても飼い主どころか里親にさえ巡り合うことはできません。幼い犬の方が人気があることも一因でしたが、写真に写る彼女の姿があまりにも寂しげだったことも大きな原因でした。彼女の心は今まで過ごしていた優しい家族に会えない悲しみでいっぱいだったのです。スタッフはパキタに何とか里親が現れるよう写真を撮るのですが、いつも顔を背けてしまいます。保護犬の顔をみんなに見てもらうこともできないままに2年が過ぎていきました。パキタが保護されてからすでに2年が経った頃、ようやくパキタが少しだけカメラに目線を向けた写真を撮ることに成功しました。すると、奇跡的にパキタの写真が飼い主家族の目に留まったのです。ある女性から、私の息子が飼っていた犬に違いありません、彼は2年間の間ずっと彼女を探していたんです、というメッセージが入りました。息子さんであるナベイラさんは、愛犬が自宅から脱走してからというもの諦めることなく探し続けていたのですが、愛犬につながる情報を手にすることができずにいました。まさに1枚の写真がもたらした奇跡です。ナベイラさんは翌日にはシェルターに向かい、愛犬との再会を心待ちにしていました。シェルターのスタッフはパキタをナベイラさんの元に連れてきます。しかし、2年間という長い年月、悲しみに覆われていたパキタは、どこかで、もう会えないのかも、と、心が折れていたのか、不安げな様子を見せました。ナベイラさんの姿を目の前にしても、地面の匂いを嗅いだり、スタッフの後ろに隠れたりして、近づこうとしません。自信を失っていたパキタでしたが、ナベイラさんが自分の名前を呼ぶ声に、ビクッと反応し、ゆっくりと飼い主の元に歩いていきました。ナベイラさんはパキタの目を見つめ、顔を近づけます。次の瞬間、パキタは大好きだった飼い主の匂いを思い出したのです。大きく尻尾を揺らしながら飼い主に抱きつくパキタ。パキタが2年間待ち続けていた瞬間が訪れた瞬間でした。ナベイラさんの顔を何度も何度も舐めたり、お腹を見せる姿から、スタッフも間違いなくこの人が飼い主であることを確信したのです。これまでパキタの面倒を見てきたスタッフは、再会の瞬間をこう振り返りました。彼女と離れるのは悲しいですが、彼女がこんなにも元気になったことが本当に嬉しい。感動の再会から1年後、飼い主さんとパキタの写真がシェルターに届きました。その写真からは、もう以前のように悲しく丸まった様子は伺えません。1枚の写真が起こした奇跡、2年という月日を経て無事に飼い主さんの元に戻れて本当に良かったですね。このように飼い主と別れてしまった犬たちはたくさんいると思います。飼い主さんとの再会が果たせることが一番ではありますが、新たな飼い主さんに愛され第二の犬生を送ることも含め、辛く悲しい思いをする犬たちがいなくなる世の中であってほしいと切に願いたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。